駅伝日本一を決めるニューイヤー駅伝で2連勝中のホンダは、東日本予選では不完全燃焼に終わった。東日本実業団駅伝は11月3日、埼玉県庁をスタートし、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場にフィニッシュする7区間 76.9km で行われた。4区でトップに立った富士通が3時間41分6秒の大会新記録で4連覇を達成。 本田は優勝争いに加わることができず、3時間42分40秒で2位に終わった。だがニューイヤー駅伝では、MGC マラソングランドチャンピオンシック。パリ五輪代表3枠のうち2人が決定。優勝でパリ五輪代表を決めた小山直樹、27、と、1万メートル東京五輪代表だった伊藤達彦、25、が加わる。 三連勝が十分可能なチーム力を見せた。ビンセントと短所新人コンビに実業団の壁、ホンダは1区、11.6km、の森なぎえ、24、が1位と3秒差の区間3位と高スタートを切ったが、2区、8.0km、と3区、16.5km の新人コンビが今一つで、前半区間で戦闘争いから少し遅れてしまった。Y ヴィンセント22は箱根駅伝で3つの区間の区間記録を持ち最強の留学生ランナーと言われた選手。だが今回は区間7位で6位に後退した。小川地監督は実力的なところとヴィンセントへの過大な期待を打ち消したい様子だった。粘りが彼の持ち味ですがそこが出せなかったのはまだまだ社会人のレベルに到達していないということです。 そうなると思っていましたが、あと2ヶ月でどうにかしていかなくてはいけません。近年はインターナショナル区間、前回までは2区 8.3km、今回から4区 7.8km が課題だった本だ。ヴィンセントには区間ひ桁げた順位で、と期待しているのだろう。3区の短所兼、22、は東京国際大でヴィンセントと同学年だった選手。 三年時には箱根駅伝三区で区間賞を取った。今回のメンバーでは一番持久力がある小川監督と最長区間の三区に起用された。